私戦います。炎章を名手とした反董卓連合軍は董卓軍に勝利。連合は解散し、諸侯はそれぞれ帰るべき地へと去っていく。一方、長安へ逃れた董卓は呂布の裏切りに遭い、あえなく討たれた。世が混迷を極める中、各地へ散った軍友たちが動き始める。初めに頭角を現したのは名門遠家の遠章と遠術である。二人は力を競ってしのぎを削り、対立は激化。諸侯もそのどちらかにつき、二大派閥を形成していった。だが派閥に属す者たちも胸の内には違った思惑を秘めている。それぞれが己の野望を果たすため動き出そうとしていた。周瑜よ、頭の中だけで戦を描いておらぬか。お主の策、我が輩には現実的とは思えん。ですが帝府殿、このまま手をこまねいていれば、炎術の勢力は拡大する一方です。おう、そうなって俺たちが飲み込まれちまう前に奴を倒して地盤を奪っちまうってんだろ。シエ殿、無謀という言葉をご存知か。孫策には勢いがあります。そして人を引きつけ奮い立たせる力も。それらを意思口頭に孫をありと天下に示すならば、今を置いて他にありません。生白い若造が何を申すか。今日はこの辺にしとこう。明日またみんなの意見を聞かせてくれ。おい待て。おい、あれは言い過ぎじゃないか。俺は周瑜の話にも理があると思うんだがな。理はある、だがそれ以上に熱情で流行っておる。生地再起ある若輩ゆえにな。ならばそれは今しめねばならん。なるほど。しばらくは我が輩らが戦の何たるかを示さねばなるまいな。炎術との話はついた。孫策、この先はどう動こうと君の自由だ。おう、ありがとうよ、シュウ。みんな、準備はいいか。これから、江東五の地を平定する。俺たち孫家の地盤を作るんだ。剣、諸侯、シュウ、帝府、郊外、関東、みんなの力を俺に貸してくれ。この戦は速さが命。反撃の隙を与えず、神速をもって敵陣を制圧する。時をかければ兵端でも戦力でも不利となる。戦力を集中し、一息に勝負を決めるのだ。
それと今日はみんなに紹介したい奴らがいる。入ってくれ。この二人はシュウタイとリョモ。腕が立つんで俺の軍に来てもらった。シュウ傭兵だ。リョ使命と申す。以後お見知りおきを。陣入りか。俺より目立つなよ。それは良いが、そちらのお二方は。殿の奥方の大将様、それに周遊殿の奥方の小将様ではありませんか。はい、よろしくお願いします。大将、孫作の妻で狂言の娘である。その美しさから妹の小将と共に二将と称えられた。孫権の死により孫家の長となった夫を支えたい。大将はその一心で戦場に立つことを決意する。みんな一緒に頑張ろうね。なんと孫作殿、お二人を連れて行かれるおつもりか。それは私も何度も聞いたのだが、本当にいいのか孫作。まあ二人ともついてきたいって言うしな。それにお前だってわかるだろ周遊、じっと待ってるのが辛いってことは。絶対ご迷惑はかけません。一生懸命頑張ります。私たちだって結構戦えるんだから。いた仕方なしか。ご無理だけはなさらぬよう。さあ行くぜみんな。孫家の名前天下に轟かせてやろうぜ。今日も可愛いな大将。孫作様、もうからかわないでください。からかってなんかいねえって。高等の二教といえば誰もが知る美人姉妹だ。そのお前を嫁にできて俺は幸せ者だぜ。大将、もしかして震えてるのか。はい、戦うのは正直怖いです。心配すんな。お前のことは俺が必ず守るからよ。それにお前がいてくれや俺は頑張れる。天下の誰が相手でも負けやしねえぜ。孫作様、はい、私どこまでも孫作様についていきますね。みんな行くぜ。猶予を倒して孤島を平定するんだ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。へい、いらっしゃい。
毎度どうも。曹操様の陣営揃ってますよ。親は元は加工師だったんだとさ。えい、いらっしゃい。毎度どうも。
方向
方を受け入れてほしい。勝てました。皆さんのおかげですね。敵の要所ってやつか。くせえ、俺たちがぶっちます。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。敵の痛いところをついておった。狙うはあの地だ。行くぞ。門がこじ開けられた。まずいんじゃないのか。おお、
見事な戦ぶりを。我らの手を取っては折れぬな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。インドの将が立ちはだかる。ならば押して押し通るまでよ。すげえじゃねえか大将。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。戦局を左右しうる。
私たちで守るぞ。俺は大使主義竜陽殿の命でお前らを倒しに来た。Go!
かってらっしゃる。敵の要所を叩く。ここは三越の拠点のようだ。みんな気を引き締めて進むぞ。なんだてめえら、俺たちの土地から出て行きやがれ。なるほど、こいつらがそうか。なる、倒して竜王への手土産にしてやるぜ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。今こそ敵の要所を叩く。敵の要所を叩く。今こそ敵の要所を叩く。今こそ敵の要所を叩く。くそ、なんて強さだ。野郎ども、一旦引き上げるぞ。これは敵の砦の鍵か。三越の民は竜陽軍と組んでいるようだな。勝てました、皆さんのおかげですね。
さすが目立ってらっしゃる。
霞が目立ってらっしゃる。これ以上は持ちこたえられん。一旦引くぞ。その勢い誰にも止められますまい。これ忌々しい。我らの物資みすみす渡すことになると。勝てました。皆さんのおかげですね。